追いつけるか。追いつけそうだ。マルシオ・リシャルです。セカンドボールはまあフィールドの中です。坪井さあ勝負ですよ。さあ原口シュート。抜き切る前のシュート、得意な形ですけどね。そうですね、得意なシュートでしたね。ここ坪井見事でしたね。立ち上がるのも早い。よく攻撃の目をつきました。その後のパスも完璧でした。はい、右足のコントロールからシュートでした。バックラインから坪井のインターセプト。そして平川、原口、ワンタッチで坪井へ。中3人、後ろから原口、打てませんでした。ディフェンス戻りました清水。マルシオがキープして坪井がはたいて、そしてレフティの柏木、後ろから鈴木。局面出てくると、まあ、シュートシーンまでは簡単に作れるんじゃないですかね。圧力をかけている時間帯です。坪井が抜いていきました。そして坪井が体を入れていきます。ファールがありました。フリーキックはレッツ、坪井へのファール。そしてイエロー、柏木、さらに右へと展開をして、坪井、私たちのクタボール。さあ面白い、抜けて折り返し、惜しかったですね。折り返しボールはクリア。本当最短コースあるんじゃないかなと思いますけどね。手数かけるとやっぱりセレッソ大阪戻りはいいですよね。今度はセレッソ、ヘグルチから杉本のパスカットは坪井。その坪井もポジションを離れて上がっていく。鈴木啓太、原口、柏木、詰め切れないですよね。6人はしっかりとブロック作ってましたからね。最低限、はい、フィールドプレイヤー6人でブロック作ればなかなか攻めきれないですからね。すべて自陣に選手が戻っているセレッソ大阪。コーナーキックに牧野のシュート、惜しいシーンがありました。同じコーナーキック、こちら側サイドメインスタンド側からのコーナーキック、前半3本目。ゴールキーパーキム・ジンヒョン、落としたか。すごいヘディングで狙ったが、わずかに外れた。狙いはその通りなんですけどね。ゴールキーパーが出ている空いた後ろ、うん、強めに上を狙ってっていうようなシュートでしたけど、惜しかったですね、はい。まあ、この坪井、今回ディフェンスラインの牧野も、そして怪我で変わってしまった永田も足に不安を抱えているといったことがありました。昨日の話を取材の時に聞いた時には、たとえ、まあ、ピッチに立つ以上はしっかりみんなが自分の役割を果たすことは当然なんだが、ただそうした時の中で不安がある中でミスとか何かが生まれた場合は全員でカバーするよう、そうできるように心構えだけはしっかり持っていきたいと言っています。ですから各選手かなりこう強い気持ちでこの試合に臨んでいる浦和、うん、ということは言えるんですが、ただセレッソがいいところ、それをしかっと消してくるということもまた言えるゲームですね。そうですね。宇賀神のスローインです。鈴木啓太、阿部、フリーで坪井が運んでいきます。中にマルシオ、梅崎、そして原口、ヘディング、正面、マルシオでした。いいボール上げました、すごいね。佐藤さんとだいぶレッドのラインは下げてるんですけどね、ということは中盤にスペースを作るっていうことができてるんですけど、そこに入っていけないですね。梅崎、すごい、試された夏場でしたよね。福岡さん、はい、鳥栖のサポーターが話していたのはですね、開幕前藤田キャプテンが言っていたこと、サッカーファンの期待を裏切り鳥栖ファンの期待を裏切らないようにしたいということは、さあ後ろからシュートを打つか、原口の左足、
これはゴールマウスの上です。いやー今のは佐永さん一つ大きな形でいきましたね。そうですね、少し、まあ、ここで坪井選手がやっぱ剥がしてドリブルできたんですよね。やっぱりドリブルで剥がすことによって数的優位ができるのでサガン鳥栖が、まあ、少しパニックになって、スペースができたといったところでこうやってシュートを打ってたのかなというふうに思いますけど。カウンターなるか。ただレッツの上がりがなかなかありません。坪井、ああここはドリブルでいくぞ。いいドリブルした。これ目先がどうやって。宇賀神その横。こちらサイドはレッズのサポーターが詰めかけているエリア、プレッシャーを感じる中でのパス交換。田口、奪う、ですよ、奪う、坪井、坪井のドリブルはスタンドを一瞬にして空気を変えます。そして阿部、倒れません。プレーオン、アドバンテージを見ています村上主審。左でつないで宇賀神、落としてそのままシュートではなく散らした。平川からのクロスに対して3人4人入りました。そうですね、まあ、ちょっとこう怪我もあってメンバーがなかなかこう固定できない苦しさはあったと思いますけどね。坪井が上がる、グラウンダーで柏木スルー、梅崎狙える、やや足元滑った、打つ前に滑った。ちょっとまた永田とは違う最終ラインのパスを出せる魅力はありますし、また前に絡んだとき、そして最近はこの坪井がボールを持つとやたらと埼玉スタジアムが沸きます。残り5分が近づいています。